ナイスこんばんは、ナイスこんばんは。見切り目来てらー。ナイスこんばんは。こんばんは。ナイス。俺明日出勤が1時だった。僕は明日出勤が1時ということで、ドラクエができますね。やっぱりモンハンやる前にストーリークリアしとかなきゃダメだな。いや、これはちょっとクリアしとかなきゃダメだな。スライムレース、深夜枠ですね、わら。深夜枠、ドラクエだな。ちょっとさ、モンハンやるっつったらドラクエやめちゃうんですかとかすごい言われるんだけど、やめないよ。社長カルチャーショック歌ってください。はぁ、お前、自由だ、二度と消えろ。そうしかわんない。ダブル、ちょ、行くしかねえな。ダブル障害グサ、ダブル仲間乗ってますね、わら。乗ってねえよ。さあ、リスナー様からね、依頼受けて、そんなそこで戸惑って歌わねえやつは何でしょ。やばい、お金が5000万の特訓44しか送れなくてごめんね。特訓がね、特訓が25。天地雷鳴詞でいいよな。スキル振り分け、両手杖、盾、召喚。いやー弱いんだよな。いや、天地雷鳴詞弱いんだよな。いや、天地雷鳴詞弱いけど特訓スタンプ欲しいからな。特訓スタンプ欲しいから行くしかねえんだよな。これまでのお話、モンハンワールドやるとき一緒に借りに行きましょう。あれだけ社長のこと嫌っていた嫁が最近あの人放送しないってつぶやいて飲んでたビール吹き出しました。和骨です。本当ですか。僕はちょっとね、世の中のマダムからはちょっと嫌われちゃうんでね、しょうがないです。全然覚えてない。軍司令部の転送の門ではディアンジという気弱そうな男がクオードを止めていた。話を聞くと転送の門は異常を起こしており、使用者が行方不明となっているそうだ。行方不明者のザグルフから連絡があり、聖火の雷となるものを届けるために門を使用することになった。ディアンジに呼ばれ、王と北斗のカレンに家に行くことに。ねえ、もう全然わかんない。やばい、ちゃんとなんか頭入れてねえ。ちゃんとやろう。もうこれ後半でしょ、さすがに。そこで謎が多いからね。臨時モンハンのために仕事辞めるって言ってた。やっぱ違うね、気合が。今半分。え、半分もあるの。この曲いいね、曲。まだ全然後半じゃないよ。あと4時間ぐらいかかるらしい。そう、4時間はきついな。モンハン難しい。
この人ディアンジさんね。あれバージョン4っていつ来たんだっけ。ストーリーやってないと結構やばくね。さすがにやっといた方がいいな。いつだっけ、12月だっけ、バージョン4来たの。12月16ぐらい。ナイスワコツです。ナイスワコツ。1ヶ月ぐらい俺ストーリーやってねえんだな、よくないな。うん、1116。え、11月？またまた。11月ですよ。マジで？また床屋に来るの？30日ドラクエテレビやるよ。本当？聖火のライトは30日にテレビで2月15日に 4.1 なのかなって言われてる。30日に情報来るよ。ああそうですか。ちょっとモンハンワールド行く前にこれはクリアしようがないとな。ティプローネコーチにね、これ5000年前の世界なんだよね。星落ちる谷はね。この先戦うよ。全然いいっすよ。いやこれいいね、この6の曲いいね。ドラケー6も面白かったよね。新ボーム出るらしい。あ、そう、シンボーグ。5000年前にしては結構発展してるよね、わら。いやだから一度滅びたんでしょ、きっと。来ました。やっぱドラ系なんだよな。俺はモンハンは興味本位とね、興味本位とね、この流行、やっぱ流行は知っとかないとね、この世界ダメだから。やるけどやっぱりドラ系だな。この曲、こんな曲あったっけ、こんなフィールド曲。流行のゲーム結構やってるイメージ。流行結構やるよね。おー来た、アストライド鉱石、今いくら。あんな俺に5000万くれ、あの俺に5000万くれって言った人なんかツイッター消された。フォロー外されたのかあれか分かんねえけど、なんだいじられたくねえんだったら金くれって言ってくんねえ。12くらい。だいたい俺なんかもしゴールドを使うとしたらね、あの放送のネタにするに決まってんじゃんね。あこれ新曲なの。おい、これちゃんとキラキラ拾うから。キラキラマラソンとか拾うんですか。拾いますよって言ったら嘘つかないでくださいとか言って。アホか、拾うわ。誰よりもゴールドを大事にしてるわ。こうやってねキラキラとか拾ってんのにダイレクトメールよこしてきたやつに5000万もやるわけねえじゃんな。これは記録されると。まったく現実したやつらに作らせたドラゴンボールは当たり屋で、そっちもやろう。ギルティ？え、ギルティじゃないよ。
ドラゴンボールファイターズ格ゲー。アスデライト1個12660。お初です。ドラクエっていつから車が笑い。車いっぱいありますよ。ドラクエ10ですよ。星の最小石と呼ばれる鉱石。こんばんは。ナイス、こんばんは。こちら千秋さん、アブドーラさん、アルナカーラさん、オリさん、アイオロスさん、バルクホルムさん、ね、ルーインさん、5分前、7年前、3分前、5時間前、4年前さん、サックサックさん、マスミさん、コンジョンさん、こんばんは。なんだこの間抜けな鳥居。放送頑張ってくださいね。笑い。ありがとうございます。これなんかさ、これあの鳥じゃないけどさ、イレブンでこの中身がこのカゴになってるって聞いたよな。イレブンで。現場召喚。僕基本的に納金なんでバルバルーしか召喚しないんで。アトリエですか？ね、バルバルーを召喚。召喚した後に今度ゲンマ解放。アトリエがな、あの海岸のところのやつね。からのゲン、竜巻。ちょっとモンハンの来たるべきモンハンに備えてちゃんとこうタゲを見てな、ちゃんとタゲを見てこう、それこう周りを見る癖をつけないとな。マジックバリア、マホトラ、特技マグマ、スパーキー、スパーキーで基本メイド風魔。お、スパーキー強いな。そして冥道風魔も結構強い。冥道風魔特技幻魔解放。冥道風魔これで特訓ポイントどんくらい入るんだろう。マグマが突き耐性下げるのでその後冥道連発でもいいかも。いけ。お、結構強い。煉獄火炎まあまあ強い。マグマ土耐性を下げる。マグマ土耐性下がったところに冥道風魔。弱いなぁ。多分エイペチバトマンス結構ダメなんだよなぁ。なんだよ、なんだこれ。インク様こんばんは。こんばんは。呪文、特技、煉獄使えねえな。煉獄使えない。悪魔払い。もう困った時は冥道風魔で、困った時はピオリンだな。とにかくピオリンを連発しよう。からの
幻魔召喚。2分だよねこれ。ナイス、スパーキー。特訓スタンプ30個が弱いでいいな。ヤーマンってなん？明日写真更新じゃないっけ。で俺写真明日っていうか俺今週の写真、今週っていうか今回の写真もやってねえ。そんなやる気のないことじゃいけないよな。最近あの熊猿放送がないから写真行く放送ねえんだよな。ジャマイカの言葉じゃなかった？あれだよ、いや、あのレゲエレゲエ。やりたくなければやらなくてもいいんじゃないですかね。ヤーマン、これどうするこれ、北東エテーネルキューブ。邪神もいいけど俺はもう元帥になりたいよ。この曲マジいいな。錬金釜。写真はまた新しいペアが来る？あ、そう。そうさ、レグナールとダークキングといい、ねメイブのトリプル来てほしいよな。防衛軍集会もまたいつか行きたいです。防衛軍でミラクルボックス倒しましょう。
マイク。新しいとこに行くわけですね。転送の門。変な音する。どんな音？音楽じゃなくて？あれどこだっけ？ストーリーやるの遅いけどいつも遅いの？いや今回こんな遅いの初めてだよ。だいたい初日にクリアしちゃうからね。なんかゴゴティームとワードが書いてなかった。来ました、新しい世界。ここから頑張れ。いやそろそろもう終わるでしょう。いや、和骨です、こんばんは。ナイス、こんばんは。ソファの工場？なんか学園のさ、学園のリソル君にしか見えねえな。見つけたよ。敵かよ。そっくりだね。ここはいたらしばらく出れないからね。意識を失う。これ初日クリアした人、フィクサーならもんだないね。9時間ぐらいかかったっすだもんな。お？
ナイスこんばんは。ナイスこんばんは。メレアで姉さん、ここでサボ消えたらきついかも。え、サボ消える可能性あるよ。え、全く戻れないの。横浜の雪すごかったですね。ストーリーまだやってなかったの？ストーリー全然やってないよ。横浜はすごかったよ。15センチぐらい積もったじゃん。今もう溶けたけどね。この人メレアーデ。いや、こんばんは。ナイスこんばんは。大したことありませんね。北海道の雪は2階まで届いてますよ。わら、ここはレコベなのです。フィグサーオフから雪で帰れなかったの思い出しました。ありましたね、そんなことね。エッチな顔入れなかったし。やってなかったんだ、意外です。全然やってないよ。俺ぐらいじゃねえ、やってねえの。バージョン4を11月16日に購入して、今ストーリーやってないのもう俺ぐらいじゃん。のやってない人いる。ダブル。このマスタードラゴン、私はマスタードラゴン、この世界を司る者。危うくネタバレしてしまうとこでした。こんばんはです。ナイスこんばんは。ネタバレしないでよ。最後のボスで止まってます。カンストはしてるんだっけ。カンストはしてる。いやでも特訓が終わってないから天地雷鳴寺でやってる。特訓スタンプ1005個。約2年ぶりなんでレベル上げで必死です。今レベル100だから。私も途中までしかやってない。わら、転送の門に行って、ちょっとゴーティー無糖飲んでいいですか。最後のボスはドラゴンボールのあれに似てます。言わないでよ。森田なのか。ボーフラのお見初め。昨日のセラピボスとのやりとり面白かったです。あのね、メッセージ送ってきた人、なんかフォロー解除されたのか、やりとり消えちって。
荷物が。この BGM いいよね。これね。いや、曲いいね、いろいろね。新しく導入された曲がいいね。マルシェまた炎上か。マルちゃんも炎上落ち着いたんじゃないの。レマさん、これみんな自分のグラフィックと同じあれなの。これプグリボの人って、これプグリボなの。ああ。
や、物は壊しちゃダメだよな。物は大切にしないとな。机とかな。行くえ、わら。デスクの穴今何個？デスクの穴2つ、そのデスクのやつ、ロビーに行った。プロ？聖火のライト？分かってると思うけど一個いいか。リクさんにストーリー誰が求めてるんだよ。ギャンブルしてくれよ。ストーリーやらしてよ。いや俺もさ、放送外で勝手にやってこうかなと思ったんだけど、放送外じゃやんない。いや全然関係ないけどさ、今日さ、ロアの TS を見たわけ。なんか部屋を片すとかやってるんだけど、病気だよな。あの汚ねえ部屋移してさ、あの部屋片しますとか、ああいう病気なんて言うんだろうな。ああいう生活を垂れ流して、いやひどいよな。屋敷で失明。いやひどいよな。いや、その部屋が汚えのは100歩譲って許すとしてよ、あの包装入れて片すとか、王立は険悪か。そして全然片してなかったね。どんだけかまって、あれなんちゅう病気なの。あれちょ引いたわ俺。彼女の幼稚園児だよな。いやいや、いやマジ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 、いやいやマジ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 、いや俺部屋なんもねえんだけど。いやあのさ、ちょっと俺こういうの熱くトークしたいんだけど、すっごい部屋汚い人います？これ。いや俺も友人でいますよ、部屋汚いやつ。いや部屋汚いのはまだいいわ、めんどくさい。それを片付けるのを包装入れて移すっていうのは、いや俺よくわかんねえんだけど、あのモノクーのカメラ映す人とか、あのグルメ番組でもねえのに、しかも汚い服着て映すやつとか、ね、部屋を映すやつとか、寝てるとこ映すやつとか、あれなんていう病気なの。あれ部屋片付け放送とか YouTuber でよくやりますよ。いやいや、あれなえかまってちゃんをこじらすとああなっちゃうわけ。恥ずかしい。ねえ裸見られるよ。恥ずかしい。ほんとあれなんていう病気なの。あれいや病気だよね、あれね。いや俺の感覚だと信じられないのよ。ほんとに。いやあのね、街中の交差点とかでチュッチュしてるカップルと同じぐらい信じらんない。何考えて。いや偏差値3以下じゃん。
いや、知能指数30以下じゃん。いや、申し訳ねえけど。いや、あのね、いや、ほんと、いや、ごめんね、ごめんね、普通の話で申し訳ないけど、ね、俺こんないい家住んでんです。僕、何、こんなに部屋綺麗なんですって。まあ、それもバカ、それも知能指数60以下だけど、それも、まあ、アホだなって思うんだけどね、部屋移すとか。汚い部屋移して片付けるとか、何なんですか？いや、俺なんかすげえ、ロア遠いとこに行った気がしたわ、ほんと。あ、かまってちゃんこじらすと、こうなんのか、つって。だってまあ、言っちゃ悪いけど、横山緑とかと同じじゃん、やってること。だって、ああいう人たちってみんな病気じゃん。なんていうか、僕、いや、僕、生活垂れ流すので、皆さん、なんか、皆さん、お恵みを、みたいな。まあ、言っちゃ悪いけど、施し受ける系の人たちじゃん。あ、メンヘラか。ケイスケ食事配信。まあ、ケイスケも、まあ、ケイスケも半歩手前かな。いや、なんなの、マジでマジで。いや、垂れ流し系。ついにそこまで行ったか。いや、俺、と思って、正直。だ、あれもなんだろう、うつ病なのかな。いや、ちょっとこれ、ディスリとかじゃなくて。あれ、ああいうのうつ病なの、うつ病で、カメラ入るとちょっとテンションが上がるから、その、上がったテンションで、部屋を片すって感じなのかな。そういうことなのかな。いや、ちょっと俺、ちょっとわかんねえんだよ。ちょっと、どういう病気なんだろう、ほんと。ちょっと心配になってきた、俺。これね、聖火ライトで、怪しい人物にライトね。いや、クオードが怪しいだろう。見せるからやる気になるって病気ですね。やば、かまってじゃん？やっぱり人から注目されないと何をする気も起きないみたいな。でもあるし芸能人病か。カメラ回ってねえとテンション上がんないっつ。タレント的な病気なのかな。いや、でもやばいよな。人種の目立ちたがり屋。目立ちたがり屋なの。まあね、でもね、10度のニコ生主って、もう放送が入ってない時以外はうつ病で、放送が入った時は、ちょっと放送が入ると初めてこう、普通レベルで気力が戻る人っていうのはいるらしいんだよ。だこれは単純に放送依存なの。俺なんかあんま変わんないわけよ。放送中と放送外と。放送外のがちょっとまともなぐらい。いや、ちょっとな、ちょっと心配になったよ。いや、でも俺はそのロアの片足放送を見て、俺ちょっと確信したのは、あ、彼女はできないなと思った。だってあんな彼氏やだもん。部屋移してやだよ、あんな彼氏。ダブル。だってね、一緒に住んでて、これ彼女の下着とか言って移されたらたまんねえじゃん。いや、これ彼女の下着とか言って移されたら、もうこの人と別れようと思うじゃん。机あんのはどう思います？まあ、机あんの病気だね。どういよくない、大配信放送、配信放送は行ってないと。あ、うん、いや、俺でもちょっと部屋移すとか、ちょっとそういうの絶対やんないな。いや、さすがにそれやったら本当に、タカ子が、ちょっと龍一郎さん、お話があるんですけど、つって、ああいうことは、やらなきゃいけないことなんですか、つって。あ、でもそういうのあれか。いや、もうロアも覚悟決めたのかな、そういうなんか。いや、覚悟決めたんかな、あいつ。ちょっと怖えな。怖え覚悟だな。
いや俺あの物食ってる配信とかさ、もう生活垂れ流してる配信とか、やっぱちょっと俺もいい大人なんだろうね。ちょっとまあ普通の人からしたらこのゲームやってんのとかもうちょっと大丈夫って思うかもしんないけどさ、いや俺の中でやっぱりこのさ、あのエンターテイメントっていうか、なんていうの、趣味とかエンターテイメントの路線と、そのだからなんだろうな、まあ言い方悪いけど AV 出るみたいなもんじゃん。もう飯食ってるとことか生活汚い、自分の汚いとこ見せる、汚いとこ見せるのをこう放送で入れるってさ、もう脱ぐみたいなもんじゃん。いやマジマジマジで、なんかとちょっと今日ね、ちょっとロアが遠くに行った気がしたわ。ちょっとドアの料理配信は良かったけど生活配信はちょっと。いや生活、しかもさ、まあ、言っちゃ悪いけどそこに集まってさ、わけのわかんねえコメントしてるリスナーもまあゴミじゃん。まあ、言っちゃ悪いけどね、別にあの普通のコメントだったらいいけどさ、なんかそこで病的なコメントしてるやつとかもまあゴミじゃん。絶対放送民度下がるよね。だちょっともうほんとさ、いやマジマジマジ、ちょっと怖いよ。なんかゾッとしたよ。ちょっと別にあの、いやーちょっとなー、なんかね、なんだろうね、もう俺の感覚が古いのかもしんないけどさ、ちょっとなんか今日思うところあったよ。いやだってあの僕らはさ、ほらお客様とかね、お客様呼ぶとかさ、あの何、親が来るとかね、友達が来るっつったら部屋片付じゃない、死ぬほど部屋片付してピッと綺麗にしてね、ちょっと見え張るじゃない。友人来るからちょっとこれ汚いから捨てて新しいの買おうとか、なんかそういう世代じゃん俺たちって。汚いところ、ふ汚いんだがとか言って映してねいや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 、いや、わかん、ちょっと俺、あれだな。ちょっと俺、真の配信者にはなれない気がしてきた。ゲーム配信者止まりだな、俺もな。動物園配信者、ちょっとなれねえな。なんか俺、やっぱ未だにね、有名人でもないやつが顔出してね、顔出し放送とかやってるの、こいつ大丈夫かなってちょっと思っちゃうんだよ。俺も出すような顔じゃねえけどさ、出すような顔じゃないけど、別に望まれてねえのに顔出してるやつ何なんだろうとか思っちゃう。でもある程度出す覚悟は決まってくるとな、人が集まるのも事実だよな。俺そこら辺のメカニズムがちょっとまだ分かんねえんだよ。社長検索したら一発だからな、わら。まあ、それはしょうがないよ。でも写真じゃん、言っても。あれ、これどこ行くんだ、これ。お。厳重の川。承認欲求ってやつだな。ああ、いや、それか。承認、あ、なるほどね。やっぱそれか。不安なんだ。確かにネットスラジオの人ってみんな自信ないもんね。ああ、なるほどね。暗黒放送のシビリック候補について元秘書の見解をお願いいたします。いや、横山さん、議員舐めない方がいいっすよ。受かんないよ。俺も同じ覆面のね、サスケ先生だけど、ちょっとサスケ先生と横山みどりじゃ、ちょっとレベル7億ぐらい違うな。横山みどりさんだってバカじゃん。これごめんね。これ暗黒放送のファン、ごめんね。いや、横山みどりさんだって知能指数7ぐらいじゃん、あの人。それがいいんじゃん、あの人。知能指数7がちょっと議員やっちゃダメだよ。いや、あの人、偏差値は13、知能指数7じゃん。いや、あの人、いや、申し訳ないけど、ものすごいバカじゃん。小学生が見てもバカってわかるバカじゃん。いや、それはちょっと勘違いしちゃいけないんじゃないかな。いや、みどりさん、俺、面識ないしね、創始案の友達ですから、あんまこういうこと言いたくないですけど、それはちょっとしらけますよ。いや、議員はさすがに、あなたの支持者もみんなバカじゃないですか。まあ、俺もたまに見るけど、
あなた本気で主人してる、あ、動物園で見てるのは普通の人、性格の悪い普通の人がやっぱ見てるけど、いや、マジで主人してる人、みんなバカじゃないですか。いや、投票来ないよ。つか、いやいや、インターネットで投票できるんだったらワンチャンあるけど、その地域の人投票しないよ。だってあの人、敬語の使い方とかおかしいじゃん、だって。いやいや、ほんと問題になる、問題になる、ほんと。まるちゃんの炎上レベルじゃないよ。緑に立候補する気なんの？いや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 、ほんと。誰が推してんの？まさか、議員が推薦したりしてねえよな。その議員を疑うよ、俺。強いバックがいても？いやいやいや、その、だからその、バックになる人を俺疑うよ。どうしてってなるよ。いや、政治舐めちゃいけないよ。これは俺ちょっと専門だからちょっと言わしてもらうけど。いや、そんな遊びじゃねえから、本当に。しかも国民の税金もらって仕事するわけだから。裁判で持ってかれるからね、わらわら。いや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 。そういうノリやめた方がいいよ、マジで。滝川団地ぐらい炎上しますね。だって俺もちょっと家入さんが都知事出た時に、ネットの人って大丈夫かなって思ったもん。あ、みんなインターネットやりすぎておかしくなってくんだなって本当思ったもん。無理だって。推してる党がいたら世間は本気である。いや、マジマジマジ。有名人がネットを利用してね、知名度広げになったらいいけど、ネットで有名になった人がリアルでもそのままその勢いでいけると思っちゃダメだって。ネットなんかリアルじゃないんだから。ダメですよ。あれ、これどこ行くのこれ。いや、俺それは本当にやめた方がいいと思うよ。本当に本当に。ゲーム画面見てなさそう、わら。全然見てない。もし、慣れたら画面は進んかな。でも、横山みどりさん、あのさ、変な彼女と付き合いだしたからおかしいよね。寝てたベッド行こう。いや、俺もあの、ニコ生をね、勉強するって意味では多少ちょっと見てきた人だけど、なんだっけ、ちょっとやばい彼女。やばい彼女と一緒になってから、本当にやばいよね。心配になってきたもん。俺年内ニュースあると思うんだけど。いや、俺あの人年内マジでニュースあると思うよ、本当に。最近ちょっとひどいもんね。ひどいから見てないもん。ちょっと見んの辛くなっちゃって。変わったことない。来た。お？なんか昔よりひどくなった、わら。ひどいよな、ちょっとな。なんだこれ。メレアーデ、まあいいや、ちょっと。ドラクエだよ。いや、議員はやめといた方がいいって。それ。本当にやめた方がいいよ。選挙運動で命かけてやる覚悟、ね。まあでも、そんなことも言ってくれる仲間いねえんだろうな。いや、本当に止めてくれる仲間いねえんだろうな。あれ、一般人がやらかすのと、議員がやらかすのと、議員立候補してる人がやらかすのでまた違うからな。いやー、世間舐めちゃいけないよ。ニコ生と世間って一番遠いからね。砂防士官大丈夫か？クオード。ルパン三世見て。メレアーデ。
おかぎができない。パチパチパチ。15万人フォロワーいる YouTuber がホテルにタダにしろってニュース見た？見た見た。次の時だよ。だからね、もうネットも面白いし便利なもんだけどね、もうなんかもうハマりすぎちゃダメだよ。みんなバカになっていくよね、ほんと。やっぱね、依存してる人はダメだよ、なんでも。依存してる人は気持ち悪い。おお、おや、お。あいつか。ここだろ。絵画に吸い込まれる。なんかバージョン2のあれみたいだね。グランゼ。グランゼとか。ここから本番。噴火のニュースでゴンドラに乗ってた人がバカ愛してるって言ってて、ハチの BGM に似てね。なにこれ、なんだこれ。しかも敵がいる。これ謎解き系。これこそ出したらアウト。優しく微笑んでいる。
え、シャンデリア動かす。クオード、クオード追うのかこれ。バージョン4当初は人多かったから謎解きとは言えなかった。高い場所へ。わかんなくなったら教える。古くからのお友達に預けてある。大変だなこれも。火が消せるわけではない。あ、待った。絶対高くから見えるところにあるはずなんだ。あの上怪しいな、上。大変だなこれ。それの探して。これ移動させて、これを。ここじゃねえのかよ。なんだよもう。はしご、はしご。でかいな。
ここ広いむずいかも。これあれじゃん。こんばんは。こんばんは。これ猫が遊ぶやつじゃん。ちょっとこれ難しいな。これちょっと大丈夫か。トランポリンね。もうこれアイテムがもう俺大きな花びら超持ってる。もうちょっと参ったな。これちょっと待って、これ参ったな。ちょやばいアイテムどうしよう。やばい、わらわら。ちょっとアイテムどうしよう。社長の家も猫が遊ぶ家ありますか。ちょアイテムがどうしよう。ちょっとアイテムは結構いいのしかね。ちょっとどうしよう。宝珠捨てちゃえば。ナイスワゴツ。回復させとこう。昔までこれ使えなかったんだから、まとめて一個一個使ってるな。魔法の小瓶、止まってないでしょ。止まっちゃった。止まった。動いてますよ。たまに止まる。たまに止まる。ごめんなさい。更新押せば直るよ。加速。鍵がかかってる。はしご、鍵で、ここで問題なのはその一つのフロアで一つのものが解決できるかどうか、それともフロアが相互であれしなきゃいけないのか、そこが俺は分からん。可能性があるのは敵を倒さなければいけない。敵がドロップする可能性はある。フロアの2個あるよ。冥道風魔弱っ。敵からはないよ。敵からない。ありがとうございます。お見事。メレアーデの鍵ナイス。俺はもう見ないからね、そういう攻略サイト系は見ないからね。天気燃費も良くないよね。天地雷鳴し頑張ってほしいよな。俺は特訓ポイントが欲しいからやってるけどね。ナイトの駒ナイス。
込め。次、このフロアはもう終わったと見ていいんだね、多分ね。でけえな、ここ。ここにはしごがあるとかねえだろうな。うん、ワンフロア解決ね。赤、ここもだよ。扉が一個だろ。扉一個はこともか。光るんじゃねえのか。見守ってやれよ。教えて、何が楽しい。もう行こう。光るんじゃねえのか。全部消す。いわゆるこの脱出系ゲームだな。すべてのキャンドルを消して、なるほどね、消さないと見えない系ね。キングナイト、お見事。あと一個クイーンだな。あとははしごだよ。緑ゾーンのはしご。いるラビリンス。ちなみにラビリンスっていうのは迷宮な。昔ドラえもんブリキのラビリンスだったよな。ちょっとはしごを探す。あった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 。これでしょう。来た。いや俺これモンハンもいけるな。こんだけスムーズにいけちゃうとモンハンいけるな。言っても俺もドラクエを戦い抜いてきたんだからモンハンいけるだろう。クイーン、ポーンだ。ポーンかよ。ヒムだな、ヒム。お見事。ヒム。いや、俺はね、マリマさんがいっぱいコメントくれて嬉しいけど、NG スコアがガンガン上がってることにね、ちょっと悲しさを覚えるよ、俺は。わらわら。ゲーン叩きつける。ダブル。チャレーン。飛べない。でもやっぱりさ、ウィーがなくなって、このなんかこの何なんかパワーアップしたのかね、なんか性能的に。コメントすると上がるのか困惑。じゃじゃん。あれ、ちょっと待って。え？あれ？下下がるでしょ？ちょっと下下がる。
手の指もで表示されるようになった。このポーンちゅうのは、歩と違うのは、ポーンちゅうはね、1個先、2個先、これ2パターンさせるんですね、これね。チェックメイツとか渋。シグマ。な、渋。なにこれ渋。なに、いいね。いい演出だね。魔王ハドラーだね。煉獄、煉獄、マグマ。最初ビビったダブルコベ。マグマからの。大きいわらわら。メイド風魔。なかなかいい演出だね。同じのです、わらわら。なかなか天地雷鳴しいいじゃん。マグマメイドオフまで頑張るしかねえ。マグマからのメイドオフ。マもう俺天地雷鳴士になってメイドオフしかやってねえよ。ナイスメイドオフ。マここで最後は煉獄界ですよ。キング。あの、大の大冒険のキング、あの、いけてなかったキング、なんだっけ？マキシマムだっけ？あの、キングいけてなかったよな。キングがハドラーと思いきや、変なキングがいたっていう。大の大冒険も結構面白かったよな。今朝焼けの空を。ナイス、覚醒姫ね。髪が伸びたやつね。魔法陣引いた方がいいか。なんだこいつ。おお、なんかこれ、これあの、おお、でかっ。わらわら。なかなかいいな、新しい演出だね。富士急の巨人みたい、わらわら。この人メレアーデさんね。今日はメレアーデとクオードは覚えた。錬金してくれたおっちゃんの名前忘れた。なんだよこれ。
西島屋か。え、すごいね。イルラビリンス、まあ、大の大冒険デルパとイルイルってあるんだけど、じゃん。これ片手剣ですか、太刀ですか、これ。これ片手剣だな。これあれだな、あのピサロが7ターン目に出せるやつ、魔界の雷。右手持ちだから違いますね、ハンターの片手は左手持ちです。なるほどね。これはもうね弱いちょっともうめんどく。レイミディア渋レイミディアさん、わらわらクオ同時50。ちょっとごめんなさい。でもこれで終わりでしょ、さすがに。俺もやんないからね、俺はもう。そこは弱気。いや俺はね、ちょっと明日朝の日課の散歩もあるしね。まだ半分。ドッカンバトルやんなきゃいけないから。俺はもう1時には終わるから。負けてたのか。まあ、寝る前に1時間ドッカンバトルやるからね。まだあるよ。言っても。時間だ、次回な、次回な。ドッカンバトルはやんなきゃダメだから。次の来たるべきね、伝説への挑戦でね、クリアするために。ドッカンみたいです。ドッカンはちょっと放送向いてないからやんない。朝寒いですね、サンボス帰るべきかと。ラストまで考えてますよ。マジで。ラストまで、ラストまで目指すってことね。だ目指したけど途中でセーブ。途中だね。まだ7割。ええー、本当今回頑張ってるな。高校1時間半で終わると思ったのにな。よし、いけ。召喚伝の。おい、弱いなのに。明日風が最低気温ごと終わらせといた方がいいとは思うけどね。マイナス5度、嘘だよ。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 え、マイナス5度なの。え、嘘、マイナス5度。あ、それはダメだ。それはさすがにダメだ。それは違うわ。マジですよ、わら。いやそれはちマイナス5度とかいつぶりだよ。神奈川県マイナス5度なんてあったっけ。
そんなことあったっけ。49年ぶりってことは俺、あ、じゃあ初だ俺。初めてマイナス5度。北関東ですけど、あさって12旅ですよ。え、マジで49年ぶり、わら。マジで寒いもんね。え、エアコンとかさ、暖房つけっぱなしで寝たりする。朝超寒いもんな。わら。雨降らないから雪にならないだけ。まあ今日も寒かったよ。今日で何度ぐらい？全国史上初となる大寒波らしいですよ。マジで？今外マイナス10度くらいです。何県ですか？こういう話、こういう話よ。すげえ時代になったよな。今うちは何度ですよ。本当インターネットってすげえと思うよ。ナイス。弱いレイミディアを倒した。うちもマイナス10度くらいです。マジで？え、マイナス、え、それ近所なんじゃないの。ジュリアンテみたいな。そんなんなのです今日明日は。やばい。北海道で今日はあったかいレイガレイ旅でしょ。それ以下ってことは寒いってことですよね。わらわら。マイナス5度とかやべえな。あとごめん、ちょ、もう一個聞きたかったのは、ライバルズの PC 版で来るじゃないですか。ヤフーゲームでいいの？ヤフーゲームのやつを登録すればいいの？おお、帰ってる帰ってる。え、ライバルズパソコン来るんですか？やろっかな。パソコン来るみたいよ。今事前登録受付してるよ。さすがに連動できるんだろうな、スマホと。ダブルフかわいい。社長はモンハンは？モンハンやるやる、明日買ったよ。モンハン楽しみだよね。やったことないけど、こんだけの盛り上がりの感じを来るとね、なんかいいよね。イクサさん、薬草事件どうなりましたか？いや、薬草は別に事件になってないよ。セラフィーボス事件ね。チャ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 。息のいい時に乗らないとね。本当ですよ。まあ俺はな、まあ俺はちょっと一生懸命干せればいいから。うまい下手じゃなくて一生懸命やればいいからな。
談教室ってどこだよ。ゴンゴなんであれぶっ壊したんだろうな。え、30万ももらえんの？ 30 万って結構だよね。30万で特訓ポイントでもらえんのかな。初心者か、俺そういうのも知らないんだよな。余裕。いや、ここで終わりでしょ、さすがに。いや、俺はここで終わりでも文句言わないよ。まだだよ。40もラストまで。いや、今日はこれで終わりかな。俺はこれで 4.0 マンションで水道管凍結ってしますかね。あ、水道管ちょっとやばいらしいね。いや、大丈夫かな、うち。ちょっと管理物件とか店舗大丈夫かな。明日それでトラブルとか最悪だよな。マイナス4度で凍結します。いや、マジやべえな。え、なんでこんな寒くなっちゃったんですか。なんでこんな49年ぶりで寒くなっちゃったんですか。異常気象ですか。あの、オゾン層とか関係あるんですか。オゾンレイヤー。ラニーニャと黒潮の大蛇行だっけ。わら、東京がマイナス4度ってやばくな い。水代といた方がいいかな。南岸低気圧とかなんとかの低気圧が3つぶつかってたまたま。やばいよ。水出しといた方がいいんじゃない。南岸低気圧とかな。南岸低気圧
賢い人多いね。なんかあれ思い出すね、キルア君の家、ククルーマウンテンだっけ。毎日天気コーナーしてるので。渋。え、天気コーナーって何。え、ゆらちゃんアナウンサーなの、お天気お姉さんなの。自然と気象予報士の情報が入ります。気象予報士いるんか。へえ。気象予報士といえば吉住さんですよね。森田さんだな。情報番組で働いてるので。へえ。今は無駄だろ。おお、この曲も渋い。蓬莱さん好きです。やべ、蓬莱さんとかわかんねえ。ちなみにうちが経営している音楽スタジオは蓬莱町と呼ばれますね。蓬莱の肉まん好きです。わら。中区蓬莱町ですね。おお、すごいじゃん。なんか力入れてんね、ドラバージョン4ね。これは評判いいわけだ。もうドラクエ1のあの王様の部屋と大違いだね。すごー。なんだこの十条寺みたいなひげは。久々に三国志みたいな。横山見捨てる三国志。流れ流れていつか。懐かしい、わらわら。全巻揃ってます。お、素晴らしいですね。60冊60巻。いやでもね、あのアニメの横山見捨てる三国志よかったよ。アニメはね、赤壁の戦いで終わるわけ。だってやっぱりね、俺も60巻読んだけど、あのやっぱカンフとか張飛死んでほしくないもんね、やっぱね。三国志というファミコンの天地を食らう2が最高なんだよ。昔大人やったけど最高だよ。炎熱の刑が超強いんだよ。小説読みましたが。小説はやっぱり吉川英治でしょ。結構泣ける、わら。吉川英治、最後孔明頑張ってたよ。
時見の神殿にこもる。この王さんはちょっと悪そうな感じだな。エテーネ王国に栄光あれ、ヤーマン。まあしかしちょっとこうニコニコ、ちょっとニコニコがちょっと流れ失ってからヤーマン勢勢い増したよな。さすがニコニコの住人たちだよな。玉座の巻かれてすぐ廊下を左手。この玉座の間は渋いな。俺やっぱりあのイレブンのさ、あの騎士たるものっつって、あの DS 版のね、あの王様が騎士たるものっつってのピョンピョン跳ねるとこが好きですね。王子の名前なんだっけな、ファーファーなんとか王子。騎士たるもの、王子殿下を廊下の突き当たりにある扉の右隣。ニコニコ ID の赤い番号が売れるって本当でしょうか。知らない。どういうあれですか。戦士や、この鎧あったっけ。この鎧大体この NPC に着させてる鎧が来るんだよ。この鎧あったっけ。この鎧なかったっけ。この鎧や、この鎧なかった気がすんな。この鎧次くんじゃねえ。渋いな。黄金子ですねそれ。あ、黄金子か。あなたやりますね。黄金子とか懐かしいな。黄金子、わら。懐かしいな、黄金子。ないがしろ。お、猫ちゃんだ、猫ちゃん、ごまちゃん。時間があっちゃこっちゃこんがらがってな。
王軍師。ジャベリ参謀より、もう名前からして悪そうなやつだ。ジャベリ参謀とかな。正直アドナンブス、正直、正直アドナンブスか、正直。2時間。いやそれは無理だな。まだまだ。いやそれは無理だ。じゃそれは無理だな。それはちょっと終わりだな。いやあと30分なら頑張ろうと思ったけど無理だな。3時間。いや2時間、いやそりゃ無理だな。何そんな頑張っちゃってんの。帰ろう。3時間。いや3時間は無理だ。頑張ってあと1時間早っといた方が後々楽かも。いやー、今日はもう終わろうかな。マジで。たまには行きましょうよ、わらわら。いやー、ちょっと明日ね、ちょっと明日早く帰ってくるわ。いや、あのモンハンの前まではクリアしたいんで、正直ね、モンハンの前までにはクリアしたいんですけど、終わりだよ。明日はモンハンで初業やらないと。いやいや、明日だ、モンハンの前にやるよ。というところで皆さん、今日はこちらで。モンハンの前にやるの疲れない？笑。まあ、そうだな。こんなに長いと思わなかったな。モンハンはちょっとやんないとな。というところで皆さん、それはないよ。ここで半分とかどんだけやる気あんですか。そんなわけないですよ。まあ、皆さんね、明日はモンハンですけど、27日は抽選会もありますし、26はフィグバー、28は合同バーがあるんでね、これツイッターフォローしてやってください、皆さん。というところで皆さん、今日はこちらで終わりにさせていただきますが、YouTube の皆さん、ニコニコの皆さん、遅くまでお付き合いありがとうございました。僕はドッカンバトルをやって寝ます。それではおやすみなさい。ありがとうございました。皆さん、明日マイナス5度らしいので、関東はね、寒いのであったかくして寝てください。おやすみなさい。失礼します。ここが今僕が言う、その夢から僕の場所は見えるはずも